飛び込んでいくマーケットと商材っていうのは非常に大事です。だけど今必ず売れてるものを売っていかないといけないから、最初はレッドオーシャンから入らないとダメ。熱血コンサル基礎産業。独立や新規事業を行う際にどんなこと、物やスキルっていうのを商品になるかということを考えるときに、乗り越えてきた領域だったり磨き上げてきた領域、もしくは誰よりも詳しい領域っていうのを元に考えていくことがヒントになるということなんですが、なかなか新規事業をうまく構築できていない人は、選ぶ商品サービスの軸がこういった考え方からずれているのでしょうか。ずれていますね。これは正解です。創業3年目で資金繰りが悪い人っていうのはレッドオーシャンに行ってないんだよな。最初からブルーオーシャンに行けっていうコンサルの言うことは聞かんでいいからね、みんなね。最初はもうみんなレッドオーシャンから行くのね。うちの会社だってそうなんだぜ。この度カフェやるんだけど、カフェやるときに周りにカフェあるところから入っていくもんな。でもカフェがあるとこ入っていくんだけど、だからそこニーズがあるんだよ、その地域にね。ニーズがあるんだけど、そのカフェがやってないことをやらないといけないんだよ。まあ、なんかというとパンだったんだね。うちはパンを日曜日無料で配ってんだよ、味強いと。だからそれやっぱりそれだけの資金力持ってやらないとダメなんだよ、新規事業って。だけどそんなの持ってる人おらんじゃろ。だからまあそのどこどこの方が安いとか高いとかいうような値段が、逆に言うと下げたらやってくれるっていうのがあるから、だからそのレッドオーシャンから入っていくっていうことが大事かなというふうに。そうそう、うちの投資家の話でもこんな話があるんだよな。1ヶ月に400万給料もらえるようになりたいっていう学生が来たんよな、その投資家のとこへ。すごいじゃろ。もうバカじゃないんかよ。でも学生よ、何もできんじゃん。何ができるんかっていう話よ。だけど友達はたくさんおるって言うたんよ、その子が。ほんじゃお前なんか請負いやれってことで、フルキャストってあるじゃんか。フルキャストの視点があって、そう、フルキャストの視点がある周り、例えば 3km のそういう使ってそうな会社に全部飛び込み訪問して、フルキャストよりいくらいくら安くしますからっていうふうに全部取ってもらったっていうのが。ほんで25、6歳ぐらいでから年収5000万プレイヤーになったってやつがおるんだよ。これ何が言いたいかわかる？ T 字に取れって俺がよく言うじゃん。その真ん中に取るところっていうのは自分のコンテンツ力なんだよね。生きてきた証、何ができるかってこと。ほんで横軸っていうのはどのマーケットを取りに行くんですかっていう話。この横軸のところが非常に大事で、ブルーオーシャン狙いに行ってちゃダメなんだ。必ずベンチマークになる企業を探してください。で、そのベンチマークになる企業の価格帯を見ながら自分の価格帯を作って集客していくっていうのが一番いいかなというふうに思う。4つやってほしいんよね、これをね。4つ事業をこうしてほしいんだよ。で、この中で一番こう得意なもの、いいものだけが残っていくって感じだよね。だいたい事業って4つないといけないってよく言うんだよね。うちの会社だって4つあるんだぜ。だって今はまあ金融やってるでしょ。で、あと、まあ、この YouTube というかコンサルをやってるよね。あともう一つは補助金、助成金の申請代行業務っていうのをやってるよね。ほんで、あと M&A 仲介業務っていうのをやってるよね。だから4つやってるよね。その4つの中でも一番得意なっていうか、一番今儲かってるのは金融だから、金融に全振りしてて、金融の中のこの外枠のところへそういうものがあってっていうな考え方になる。どっかに寄せるんだよね。だからそういうふうななんか組み立て方が一番いいかなというふうに思う。この4つをやって取り掛かってみるってことができないんだよ。だからそういう人は別に起業しなくてもいいんだよな。起業っていうワードで考えるとね、こいつ正解だったなってやつがおるんだよ。俺 H 銀行時代に河野ってやつがいてね、河野くんはね、俺と一緒に H 銀行にいたんだよな。俺がまあ独立する前になんかベンチャーキャピタルっていうとこ行ったんだよ。割と頭優秀なやつだったんだよね。だけど俺は独立するって言って、なんかで不動産賃貸業をやるって言ってて、俺不動産買ったの。そう、河野くんの言葉だったんだよ。実はそや不動産賃貸っていうやり方あるなって思って、ある正月の日に俺がサラリーマンは自分の奥さんを社長にしなさいっていう本があったの。これを読んだ。こんな本が出回ってるぐらいだったらもうやらないといけないと思って、俺が不動産賃貸を始めて、で小倉で一棟買ったんかな。
でそれを皮切りにどん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 俺はもう次のステップ次のステップって言って進んでいくわけよ。だけど河野くんはお前なんかすげえ頑張っとるのみたいな話に、ね、でもお前の方が早く独立するよ話じゃなかったみたいな話で、でも俺はもうちょっと人脈を作ってとかお金を集めて人脈を作ってみたいなことずっと言ってそのまんまズルズル行ってさ、で俺が独立するじゃんか、まあいい時も悪い時もあるよねそりゃね、そういう時でもしょっちゅうなんかメッセンジャー入れてくるんだよ、お前どうみたいな、独立するなら俺もまあなんか集客できてるし、その時チャンネル登録者1万人以上いたから俺もまあなんかいろいろ手伝えることは手伝うよみたいな思っとるわけ俺は。だけど俺がなんかこんなん手伝うでっていうのもなんか変な話じゃんか。だからそうやって言ってたら、いやまだ俺はなんか人脈作りにみたいなことばっかり言うんだよね。だから今のその4つのことをやれないんだよ、行動に起こせないんだよね。でも相手するのがもうめんどくさくってもう病気しとるじゃん。だからそのうち俺の2代目が俺の Facebook アカウントを使って対応するようになったんだよ。で今は秘書がやってる。最近あれだよ、俺のなんか高校の同級生とかも山本くんは今何やってるんですかとかいろいろメッセンジャー入れてくるらしいんと。だけどうちのなんか秘書が動画見てくださいって一周してるって。まあちょっとうつ病だからね、まさしがね、人と接触しないのが一番いいんだよ、申し訳ないけど。仲がいい人はあっても別になんとも思わんのんだけど、だけど何言われるかわからんみたいなやつを思っとったら嫌なわけよ。だからよく言われるよ、グループコンサル生にも、基礎産業ってこんなにチャンネル登録者いるのになんでコラボやらないんですかっていう。でも俺がコラボをやるとやっぱ病気がひどくなるからやらないっていうだけの話でね。だから仲のいい人のとこ行くしかないよね。であとはもう周りとの関係性っていうのを、まあ、遮断するために白金のタワマンに住んでるっていうのがあるんだよね。まあでも今コラボは主に2代目もやってるからね、その辺は心配してない。まあごめんごめん余談だったんだけど、話を返すと得意なことを生かさないとお金になりません。だけど飛び込んでいくマーケットと商材っていうのは非常に大事です。だけど今必ず売れてるものを売っていかないといけないから、最初はレッドオーシャンから入らないとダメ。その中で自分ができることっていうのを生かしながらちょっとずつブルーオーシャンにずらしていって自分の商売に組み替えていくっていうのが一番いい正解なやり方なんじゃないかなというふうに思いますね。今度はどういったスキル、どういった経験をこうサービスにしていく、もしくは商品にしていくかというところを考えるときに、お客さんとなりうる人がまだ成し得てない、その憧れ的な存在っていうところでいくのか、もしくはそれともマイナスのところからちょっとプラスになったっていう成功体験を売りにしていくのがいいっていう、いろいろまあ意見もあるんですけども、どちらの方向性でいくといいというふうに思われますか？これ難しい質問だな。でもね、何かやりきったっていうことの方がやっぱり自信になるよね。だからマイナスからちょっとプラスになったっていうよりは、こう何か一つやりきってほしいよねっていうのがあるかな。やっぱやりきらないとなかなか前に行かないよねっていうのはある。なんでかというと、社会に出たら自分がトップセールスってよく言うんだけど、自分がやっぱセールスしていかないといけないから、やっぱ何聞かれてもやっぱこいつ分かるみたいな形になっていかないと生きていけんじゃんかみたいな話だよ。だからやっぱり社会人時代に何かこう一つでいいんだよ。何か一つやっぱりこう特殊なというか、何かこれをやりきったっていう人じゃないと会社の社長というのはなかなかうまくいかないのかなというのが、まとめるとまあ起業し10年で生き残れるのは1割にとどまってしまうわけっていうことになるのかなと思うわ。9割の人っていうのは何気に独立してんだよね。でも経営ってのはやっぱりその考えに考え抜いて、これやったら成功するってことを実践に落とすことじゃんか。だからその実践に落とすところまで、もう俺はこうだから絶対大丈夫だっていうところまで金集めがしっかりできてるかどうかっていうところにつながってくると思う。でそうかといって今がそれやったら失敗してるからもう将来ずっと失敗するってわけでもないんだよね。その勉強してればなんとかなるっていうのはあると思う。じゃあそれどこで勉強するのっていうことなんですよね。
そこで勉強するとっていうことになると、うちのグループコンサルというのが一番安いんですよね。うん、起業してる人最近いるかな。でもなんか起業してやっぱり3年目ぐらいの人でうまくいってない人っていうのは割といて、コンサルしてたりとかもしてる人います。毎月1万2000円かかるんですけども、5人1組のクラスと10人1組のクラスというのがありまして、まあ今100人ぐらい参加してるのかな、110人ぐらい参加してると思うんですけど、200人ぐらいまでやっていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。それと別にですね、うちはあの資金繰りのチャンネルなんですね。だから今資金調達したいっていう人が非常に多いんですね。だからそういう人たちのために、個別面談コースというのを用意しております。これは30分4万8000円いただくんですけども、財務資料から何から一通り見ます。でこれの何がいいかというと、うちが資金持ってるんですよね。だから資金持ってるから、まあこれこういうふうに資金繰りを解決できる人かどうかいうのも見極めながら、あの資金を打っていくってことになりますので、非常にまあこれがもう抜けた人もおるんだよね。ちょっとしたことなんですけどね。まあやっぱりその30社ぐらい、今ずっと30か35ぐらいの間行ったり来たりしてるんですけど、50社ぐらいまでやっていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。それとやっぱりその無料相談が一番いいんですよね。最初のそのお金かかるっていうところじゃなくて、最初はやっぱり無料相談からしていただけたらと思っておりますので、あのこの上の電話番号か、あのこの下の概要欄にお問い合わせいただければと思っておりますので、よろしくお願いします。会社の資金繰り、資金調達でお悩みの方、補助金、助成金申請のサポートが必要な方、バックオフィスを任せて本業に集中したい方、お金の悩みは誰しもが持ってる悩みで必ず解決できる問題です。ご連絡お待ちしております。